皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もマインクラフトの建築、そして動画作りを去年同様頑張っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。新年一発目の動画はブランチマイニングのための採掘場作りとなっています。オチは特にありませんので、早速始めていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。それでは早速ブランチマイニング場の場所を探したいと思うんですが、その前にここの森を抜ける道を作っていきたいと思います。ここをまっすぐ行って森を抜けた先でブランチマイニング場を探していきたいなと思いますので、先にこの森を抜ける道をこれから作っていきます。まずはこの家の横の階段を登った先ですね、ここを草の道にしていきます。草の道は若干この1マスから少し下がるくらいの大きさになるので、湧き潰しの効果があるんですね。草の道ブロックにするとこんな感じで石が若干飛び出ちゃうような現象が起きるんですね。この隙間からも壊せるので、ツルハシでこれを壊します。それでこれを上と同じ土ブロックにしていきますね。まあ、これで見た目も良くなったと思います。それでは次ですね、この草の道を伸ばしたこの先なんですが、どんどん地形が変わっていきます。なので高さを変えないようにジャングルのハーフブロックでこの幅でずっと向こうに、木の道を伸ばしていきたいと思います。もし木の道が何かにぶつかった場合は、その木を買ったりとか、壊したりとかでうまく調整していきたいと思います。そしてこの横にダークオークの柵を置いてきますね。それでは15マス置きにですね、この橋に足をつけていきたいと思います。まずはここに普通のダークオークのブロック、端はこの向きで階段を置き直します。この横も同じくこんな感じですね。そしたらこの下が柱なので、ダークオークの原木を下まで下ろしていきます。一番下は丸石になります。そしてここに逃避のボタンを設置しますね。反対側も基本は同じですね。はい、ではこれをですね、森を抜けるまでひたすらやっていくような感じになります。まあ単純作業になるので、この先は生放送でやっていきたいと思いますね。はい、これが生放送後の完成形ですね。これがジャングルの森を抜けるまで続いている感じになっています。できる限り元の地形を壊さないように道を伸ばしてありますね。そしてジャングルの道を抜けると、今度はカシと白樺の森が出てきます。この先を探索して採掘場の場所を決めていきたいと思いますね。はい、ではだいぶ進んできたんですけれども、なんだかいい感じの平原を見つけちゃいましたね。ここに何か建築してみても面白いかもしれないですね。あとこの平原の向こうにだいぶ高い山がああいう風にそびえ立ってるので、あの辺をブランチマイニング場にしていこうかな。こんな感じですね。だいぶ一番高い山の方まではここからは距離があるみたいですね。ただこの手前の丘みたいなところからずっと奥まで繋がってるんですよ。なので結構だいぶでかい山地なんじゃないですかね。なのでこの辺に穴を開けて坑道を掘っていきたいと思います。はい、それでは早速掘っていきましょうかね。掘るのはですね、横が5マスで縦が4マス、この形で作っていきたいと思います。で、高さなんですけどどうしようかな、だいたいこれぐらいにしようかな。じゃあここを横5マスで、縦は4マスですね。
取りながら前回のアップデ内容の補足をしたいと思います。まずは猫ですけれども、チェストやプレイヤーが寝ているベッドの上に乗るようになったんですね。チェストは開かなくなるんであまり意味はないですけれども、まあ添い寝は結構可愛いですよね。しかも朝起きるとプレゼントを落としてくれるんですね。猫って本当にネズミの死骸を飼い主に見せびらかしたりするらしいんでね、その辺までリアルに再現されてると思います。次は茶色いパンダですね。前回動画を上げた時点では茶色のパンダは見つからなかったので、説明だけ加えようと思っていましたらすっかり存在を忘れていました。この画像はその後生放送で見つけた時のものですね。ちなみに連れて帰る途中でブロックで圧死するという不慮の事故が起きてしまいまして、現在は後ろにいるもう一匹の方だけが残っています。ちなみに生き残ったので名前はザンザンですね。はい、それではですね、採掘場の空間を掘るところまでは完成しました。穴の奥の坂を下っていくと採掘場の拠点を作るスペースがありますね。はい、これがですね、採掘場の拠点のスペースになります。その左右にはこの坑道がありまして、これがメインの坑道ということになります。少し広めに作ってありますので、ここには地下水を流して、まあ、水路のようなものを作っていく予定ですね。はい、そして奥にはですね、金鉱石や鉄鉱石を精錬するかまどや、あと仮眠スペースとかエンチャントルームなんかを作っていこうと思っています。そしたらブランチマイニングをしていく坑道を整備したら、この先は完成したものを一気に紹介していきたいと思います。坑道の掘り方ですが、3マス置きで掘っていきます。まあ2マス置きの人も結構いますけれども、鉱石の見つけやすさは3マスとあまり変わらない気がするので、場所を離せる分効率が見込めそうな3マス置きということにしましたね。そしてブランチマイニングの事前準備をしていきます。掘り拠点から見て一番手前の坑道を50マス掘っていきますね。まあ50マスというのは適当に決めました。掘り終わったら今度は、掘り拠点から見て一番奥の坑道を同じように50マス掘っていきます。そして掘った2つの坑道を横につなげて準備完了ですね。この最深部の坑道を副道と呼んでいきますけれども、次に掘るときはこの副道まで掘って折り返してまた副道まで掘ると、そういうのを繰り返して使うことができるんですね。風車型というやり方もあるんですけれども、まあ、考えながらやっていかなきゃいけないので、まあ、生放送中で無心でやるならこれがベストかなと思いましたね。はい、では紹介を始めていきたいと思います。採掘場の地上は資材置き場風にしてみました。採掘された鉄鉱石を置いたりとか、坑道を掘るときに使用された風 TNT を置いたりしています。このチェストには坑道を作るときに使ったダークウォークを置いてありますね。他にはオトブロックを資材に見立てたりとか大釜を置いたりしています。そしてこのようにトロッコを置いて地下と地上で資材を運搬しているかのような表現をしていますね。まあとりあえず乗ってみましょうかね。地下には採掘に必要な資材と、あとは実際に取れた鉱石を保管してありますね。看板には一枚に英語で名前が書いてあります。額縁を使ってもよかったんですけれども、 PS4 版では数に制限がありますので、制限のある資材はここぞという時に使っていきたいと思いますね。先ほど計画していた水路はこうなりました。特に意味はないんですけれども、人にとって水はなくてはならないものですので、地下で仕事をしている作業員のためにも作りました。見た目的にはあまり飲めそうな水ではないですけどね。掘り拠点には目立つ場所に安全第一の旗を取り付けてありますね。作り方は白と緑の染料と白い旗を準備します。そして緑の染料で縦のストライプと横のストライプをつけていきます。そして白で全体を囲って、
上下に白のストライプをつけますね。そうするとこんな感じで十字架ができます。これで病院の赤十字とかスイスの国旗なんかも作れるんじゃないでしょうかね。それでは中を見ていきましょう。まずはエンチャントテーブルですね。ついにケーポンクラフトにもエンチャントができるようになりました。そして自動化窓ですね。チェストがですね、このようにくっつけておけるようになったんですね。これもアップデートの恩恵かなと思います。そしてここにも地上と同じように鉄鉱石が飾ってあります。なんか博物館みたいですよね。はい、これは仮眠スペースですね。結構実用的だと思います。ブランチマイニング中に今襲われたりとかマグマダイブで死んだりとかよくあると思うんですけれども、ここでリスポンチを作っておけばすぐに駆けつけられますね。はい、これで今回の動画は終了です。次回こそ足場ブロックのために笹自動収穫機を作っていきたいと思っています。採掘場の地上にもスペースがまだたくさんありますので、もっと何か作っていけたらなと思っていますね。Twitter では普段ここでは見せられない動画や、最新の建築動画を掲載していますので、フォローがまだの方はぜひフォローしてください。この動画が少しでもいいと思ったら、グッドボタンもお願いします。それではまた次回お会いしましょう。